現地時間8日、米人気シェフのアンソニー・ボーデイン氏が渡航先のフランスで逝去した。享年61歳で、死因は自殺と発表されている。ラモーンズのドラマーマーキー・ラモーンは、ボーデイン氏のことを、正真正銘のパンク、と呼ぶ友人。ローリングストーン氏に寄せた、追悼文を紹介する。20年近く、アンソニー・ボーデインとマーキー・ラモーンは数々のレストランで食事し、食べ物と音楽について語り合った。ボーデインは本物のパンクロッカーで、70年代に伝説のクラブ CBGB でラモーンが様々なバンドでドラムをプレイするのを見ていた。二人が友達になった後、ボーデインは自身のテレビ番組、アンソニー世界を喰らう、にラモーンを二度ゲストとして招いた。一度目はベークリーブランドで撮影したエピソードで、二人はロックの殿堂を一緒に訪れた。二度目はクリスマスのエピソードで、無人島に持っていくレコードについて語り合った。ボーデインは機会があるといつもラモーンズへの愛情を示していた。彼はジョイ・ラモーンのニューヨークシティのビデオにも出演していて、自身の著書、ザ・ナスティビッツ、カール、エクティド・バラエタル・カッツ、ユーセイブル・トリムズ、スクラップス・アンド・ボーンズをラモーンズに捧げている。またマーキーの著書、パンクロックブリッツクリ、マイ、ライフアズ・エー・ラモーンで推薦文を提供したこともあった。そんな中だった友人ボーデインの突然の自殺の知らせに、マーキーはうろたえるしかなかった。そんな死に方は絶対にないと思っていた、とマーキー。でも、脳の中でどんな誘惑が起きているかなんて旗からはわからない。彼の頭の中には悪さをする悪魔がいたんだろうな、と。ボーデインは過去にヘロインなどのドラッグを使用したこと、ドラッグ中毒を克服したことを公に認めていた。ここでマーキーが、トニー、と呼ぶ友人に敬意を表した追悼文を発表する。未だに何が起きたのかよく理解できていないし、よく考えられない状態だけど、と言いながら。俺がトニーに初めて会ったのがアップタウンにある彼のレストラン、ブラス。セリエレスハルズ、で、2000年か2001年だった。嫁さんと一緒に行ったら、トニーがテーブルにやってきた。彼、総料理長だったから、そこで彼は俺がラモーンズの一員だと気づいた。その途端、彼は音楽の話を始めて、ボイド・イズのギタリスト、ロバート・クイーンの話になった。俺がそのバンドにいたことも知っていたよ。そして、トニーは俺と嫁さんに特別な料理を出してくれた。肉が大好きだって伝えたら、最高にうまいステーキを焼いてくれたよ。俺たちが音楽の話をするとき、彼は CBGC 界隈に頻繁に出没していた頃のことをよく話した。彼はあの界隈の空気が本当に好きだったし、あそこで起きたムーブメントが持っていた政治的な含意も気に入っていた。俺たちの好きな音楽が共通していることもよく話した。ジョニー・サンダーズ、ハートブレーカーズ、ロールズ、ラモーンズ、ブロンディ、ピストルズ、それに彼は右翼や保守派の過激主義を毛嫌いしていた。
彼の個性は CBGB が中心地だったニューヨークのパンクロックシーンで育まれたもので、その姿勢を自身の料理にも取り入れていて、それが旅するシェフへとつながったわけだ。俺たち二人の絆があっという間に深まり、死ぬまで続く友情が生まれた。俺は彼の番組に二度出演した。一度目はクリーブランドだった。ロックの殿堂に行って、トニーの知り合いのシェフのレストランに行ったら、そのシェフは小豚の料理を出してくれた。トニーが、マーキー、これはお前好みだぞ、と言うから、俺は、トニー、なあ、俺は一度も小豚、送ったことがないけど、お前を信用するぞ、と答えて、俺は彼の言葉を信用して食べたよ。そしたら、最高に美味しいベーコンみたいな味だった。二度目はチャイナタウンだった。シェフが持ってきたのはカニ。このカニが本当に辛くて、インドの激辛料理チキンビンダルーよりも辛かった。おかげで店を出るときは汗ばんでいたよ。体から30度 C くらいの熱を発していたと思う。でも、料理は最高にうまかった。トニーは冒険が大好きだった。何でも体験したがりだった。それが彼の好きなことだった。トニーは何でも食べたし、あれは本当に見事だったよ。面白いのは、俺たちが食事するとき、カメラがあるとトニーは絶対に完食しない。適度につまむ程度で、休憩を待つ、そして次の皿に移る。トニーは俺を、ガボーン、って呼んでいた。これは大食いって意味、俺、何でも食べるからね。それにズルズル音を立てて食べる。これはトニーも同じだった。ダニエル・ブールーの DBGB でよく会って、音を立てながらご飯を食べていたもんだよ。あと、俺とトニーのもう一つの共通点は、俺の祖父さんが40年代から50年代にかけてコパカバーナや21クラブでシェフをやっていたこと。だから、俺たちは料理のこと、食材のこと、パスタソースを美味しくする方法なんかもよく話していた。俺たちの共通点は音楽だけじゃなかったのさ。食べ物は俺たち二人とも大好きなテーマだったからね。トニーは正真正銘のパンクだった。ほら、トニーを見てみなよ。彼は自分がやりたいことをやっていただろう。余計なことに惑わされないようにして、自分のライフスタイルを維持していた。これって簡単じゃない。だから、彼の中にちょっとした焦燥感があることに俺は気づいていた。でも、人生の一時期にドラッグなんかをやると、それが自分の体の中にずっと居残るし、取り除くのが本当に大変なんだ。俺の中にも同じような悪魔が昔住んでいたら、トニーのその感覚を理解できる。俺はその悪魔を退治したけど、トニーがどんな感覚かは理解できた。そんな風に、テレパシーみたいな感覚が俺たち二人の間にはあったんだよ。とにかく、トニーは普通の男だった。よう、トニー、レストランで会おうな、とか、よう、元気か。とか言って普通に話せる、そんなやつだった。カメラの前でもカメラがいないところでも、トニーは全く変わらなかったね。みんな、
彼を才能あふれたパンクロックシェフとして記憶しなきゃな。彼こそが、シェフ&ロックスター、というジャンルを作った張本人なんだから。本記事は、ローリングストーンジャパン、から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。